皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創創者の斉藤舞香です。怒涛の週末を終えまして、新しい週間またスタートしております。皆様月曜日どうでしたか？あっという間にもあとね1時間弱でね、はい、火曜日になろうとしています。私の方は今日は仕事をして合わせに行って、で、本番で使うね小物を買いに行って、その後打ち合わせに行って、で帰ってきて今11時回ってるかなっていうぐらいですね。そっから動画を撮ったりなんかしています。こちらの写真はね、あのしーちゃんとのね、はい、この間の本番の時の写真です。ドレスね、これがねキラキラのラメドレスなんですけども、こちらのドレスはね、なんかとても好評だったみたいで、その後感想をいろいろいただいてるんですけど、私にはよく似合っているらしいです。なのでまあお気に入りの一着にこれからもしていきたいなと思うのですが、いろいろと扱いが大変なので、後ろ側ね紐を編み編みのところをまたねファスナーつけようかなと思っています。つけたらまたねこんな風になってよっていうのねご報告しようかなと思っています。また、次の日もねしーちゃんと一緒だったんですけど、この日はねフルートバッグで行ってたんですけども、このバッグ、なかなか皆さんに持ってるとね、どうなってるのって言って見せて見せてって言われるんですけど、なんかこんな感じですね。でハーカン入るって聞かれたので、これ友達のハーカンを入れた図なんですけども、ハーカン、パウエルのハーカンピチピチだけど一応入ります。でピッコロも入れて譜面台も入れてってなると多分きついかなと思うので、まあ、どっちかにされるか、何かは外に掘り出すかって感じなんですけど、個人的には、まあ、大きさもう一回りか二回り大きい方が好きなんですけども、使い心地としては気に入っています。明日はね京都でレッスンなのでね、これをね背負っていこうかなと思っています。まあ、そんなわけで明日も長い一日になりますけども頑張ってこようと思います。それでは皆様、またね。ともし火号と行く音楽隊、次回は10月の5日、岩倉に行きますよ。皆さんぜひ来てくださいね。